こんにちは、玉置です。映画の国内の興行収入が400億を突破したということでですね、今回はちょっと記念に煉獄さんを書いてみようかなって思い立って、ちょっとね用意してみたんですけど、お休みがね1日しかないので、ちょっとね凝ったものは書けないんですけど、でもね記念に何か書きたいなと思ってね用意してみました。作業動画なのでね、終始無言になっちゃうと思うんですけど、興味があったら最後までご覧ください。それと今回はですね、時間短縮のために使ってる画材とかをね、こういちいちこれ使ってますよとかは見せないので、もしね何か聞きたいことがあればコメント欄に書いていただければ答えるようにしたいと思います。と言っても大した画材は使ってないので、特にね聞かれることもないと思うんですけど、もしね気になることがありましたらお気軽にコメント欄にお書きください。それでは下書きから書いていこうと思います。Thank you.
ということでね、タイムリミットです。ここまでしか塗れませんでした。ね、ちょっと背景も寂しいし、ちょっとね、この辺とかも寂しいんですけど、しょうがない。まあでも全体がなんとなく塗れたからいいかなって思うんですけど、どうでしょう。ね、煉獄さんはこれが描くの初めてなんですけど、というか鬼滅のキャラがねずこちゃんしかね、しかもね、一回しか描いたことないんですけど、もうここ最近全然ね、絵を描いてないので、ね、ちょっと感覚が鈍るというか、そんな感じだったんですけどね。でね、なんか片付けをね、してる途中にここに水を垂らしてしまって、ちょっと線画が滲んじゃってます。あとね、この辺にもちょっとパパパって水滴が飛んじゃったんですけど、まあコピックなのでね、耐水性だったので良かったです。あとはね、この字がね、ちょっと汚いのはしょうがないかな。私字が上手じゃないのでね、ちょっと字上手な人に書いてもらいたかったけど、まあ、しょうがない。ね、あとは、どの辺が気になります？いろいろなんかね、まあ、気になるところは、細かいところが雑なんですけど、まあね、祝う心が大事ということでね、一応ね、なんとなくこう、形になれたので、いいかなって思うんですけど、どうでしょう？甘い？甘いかな？評価が。ね、まあまあまあ、お目に見てくださいということで。そんなわけで、劇場版鬼滅の刃、国内興行収入400億突破記念。煉獄さんを書いて祝ってみようでした。